ロンドン島に遊兵されたアランデル博19世紀の版画第20代アランデル伯爵フィリップ・ハワードはイングランドの貴族でローマカトリック教会における聖人第4代ノーフォーク公爵トマス・ハワードの長男父が処刑主権剥奪されたためノーフォーク公爵位は継承できなかったが母方の祖父ヘンリー・フィッツ・アランからアランデル伯爵位を継承した しかしカトリックの信仰を捨てなかったために、ロンドン島に投獄されて獄死した。カトリックの殉教者とみなされ、1970年に教皇パウルス六世によって劣勢された。1557年6月28日、第4代ノーフォーク公爵トマス・ハワードと、その最初の妻で、第19代アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランの娘である、 メアリー・フィッツ・アランの間の一人息子として、ロンドン・ストランドのアランデル・ハウスに生まれた。イボテイに、初代サフォーク伯爵、トマス・ハワードとウィリアム・ハワード卿がいる。フィリップの洗礼式は、ホワイトホール宮殿で王家の人々が臨席して、行われ、洗礼の大父は、メアリー一世女王の夫である、スペイン王フェリペ二世が務めた。1571年、14歳の時に、 父の三番目の妻の連れ子であるアンデーカーと結婚した。結婚当初は妻とは疎遠だったものの後に夫妻は強固な絆で結ばれた。1569年には父のフォーク公爵が女王エリザベス一世に対する陰謀に加担したとされて逮捕され3年後の1572年に試験剥奪の上処刑となった。これによりフィリップが ノーフォーク公爵位を継ぐことはできなくなった。ケンブリッジ大学を卒業し、マスター・オブ・アーツの学位を取得した。1580年2月24日に、母方の祖父である、第19代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランが死去したことにより、第20代、アランデル伯爵位を継承した。1581年3月15日の、議会法により地の回復が行われた。 1584年9月には、ローマカトリック教徒となる。翌1585年4月25日に許可なく、国外脱出しようとしたところを逮捕されて、ロンドン島に投獄された。1588年に、スペインの無敵艦隊が来襲した際には、獄中で、スペイン勝利を祈願したとされ、1589年4月14日に、大逆罪の有罪判決を受け、 すべての称号、土地を没収された。死の直前、フィリップは女王に対し、妻、そして自分が遊兵された後に生まれ、未だ対面したことのない息子に会わせてほしいと、嘆願した。女王は、もしプロテスタントの宗教儀式に参加するのならば、祭祀に合わせるのみならず名誉や、領地も回復してやると言ってきたが、フィリップは、陛下に伝えよ、信仰を捨てて苦しむくらいならば、 命を捨てるでしょうと答え、回収を拒否して、祭司との面会もできないまま1595年10月19日に死刑執行を前にして告示した。フィリップの遺骸は、葬式も行われずに、ロンドン島内のセントピーター・アドビンキュラ礼拝堂に葬られた。29年後の1624年、遺族はジェームズ一世王の許しを得て、フィリップの遺骸を、 アランデル城の近くにあるフィッツ・アランデーハイドに改装した。息子のトマスはエリザベス法御、ジェームズ一世即位後の1604年にアランデル伯爵位を回復している。死後、カトリック神徒たちはすぐにフィリップを殉教者と称えるようになった。フィリップは1920年に劣服され、ついで1970年には教皇パウルス六世によって、 16.17世紀の宗教改革時代に迫害を受けたイングランド及びウェールズの40殉教者の一人として劣勢された。フィリップの棺は劣勢後の1971年にアランデル聖堂に移された。1580年2月24日に祖父ヘンリー・フィッツ・アランの死により以下の爵位を継承した。1571年に第4代デイカーン爵。 トマス・デーカーの娘アンと結婚。彼女との間に以下の一子を設けた。ありがとうございます。